はい、どうもこみです。さて本日はですね、こちらかぼちゃのぼっちチャレンジをやっていこうと思いますが、これね、もういろんな方が言ってますが、安定しないんですよね。とにかく安定しない。で、とりあえずですね、今回紹介するのは 100% これやれば取りますよっていうやつではないです。運がね、結構絡んでくるんで、まあ、体感 40% ぐらいの確率で全開できるかなっていう、タイプの、プランになるんですけども、その代わり簡単です。そんなにね、難しいことっていうのが必要ないので、まあ、そこをね、どう見るかということで、参考にしてもらえればというふうに思ってるんですけども、早速やっていきましょう。はい、でこのですね、かぼちゃの墓地チャレンジ、簡単に、プラン説明しますと、まずはね、ここ大工の小屋ですね、ここに、バルキリーを2体当てます。ここね、このね、なんかこの骸骨の、これわかるかな、この鼻のすぐ横にあるこの骸骨の、今大工さんがいるところねにバルキリー2体当てていって、で大工の小屋と周辺のスケルトントラップを潰します。で潰し終えて、ボムタワーに向かうあたりを見計らってロイヤルチャンピオンをこの真ん中のボムタワー、これに当てます。これね、であとはしばらく放置ですね、まあ、3秒間か4秒間ぐらい放置して、でロイちゃんがクロスボウをたげったところを見計らってですね、今度はキャンプの前、ここに、バーバリ、順番大事です、これバーバリアンキング、グランドウォーデン、クイーン、スーパーボーラー、ババ全部っていう感じでドババババババって出してきます。で、出し終えたらすぐにもう、キングのフィストを使っちゃっていいです。でフィストを使ったら1、2、3ぐらいのタイミングで、ロイヤルチャンピオンの、あ、間違えた、グランドウォーデンのエタナルトームを使ってください。そうすると、ちゃんとね、キングをエタナルトームの中に入れること大事なんですけども、入っていさえすれば、それで大体この周辺が落とせます。で、ここまでがまずワンステップと思ってください。ここまでやってみて、この周辺部分のこのキングとか防衛軍とか、この辺が全部落ちていない、まあ、このね、ロイヤルグランドボーデンチームで落ちていない、ないしは、万が一ここにね、いるこのロイヤルゴーストに、ロイヤルチャンピオンとか、なんだ、ユニコーンがやられてしまったら、その時点でこれアウトです。なので、ここでまずね、運が試されます。というところが、結構ね、ここが乗り切れるかどうかがだいぶ大きなポイントになってくるんですけども、で、乗り切れたら、あとはまあ適宜になっちゃうんですけどもね、なんだ、ロイヤルチャンピオンでタウンホールを狙っていきます。このプランでいく場合って、かなりの確率でロイヤルチャンピオンがタウンホールをたげるんですね。でたげてくれたらインビジブル2枚を使って、いけば大体、タウンホールは、ロイヤルチャンピオンで落とすことができます。でそうなったらほぼほぼ全開確定っていう感じですね。というところで、ではですね、早速やっていきましょう。はい、ではやっていきましょう。まずはバルキリーを2体出していって、大工小屋を壊します。で、周りのスケルトントラップ壊し終えたところらへんでロイちゃん出していきます。でロイちゃんがちゃんとクロスのターゲット取っていればそれで OK です。あんまり厳密に時間管理しなくても大丈夫です。でキングを持っておいてロイちゃんがクロスボタゲったら一気にユニットを全出ししていきます。わーっと出します。出して出していってフィストを使って1、2、3です。ここで、トームを張っていきます。でこうすることによってちゃんとね、トーム状態のユニットが全部中央に向かってくれるようになりますね。で、トームが切れたところでヒールを打っていきます。こんな感じですね。はい。で、これでちゃんとですね、中央部分が制圧できることがまず条件になるんですけども、制圧どうやらできたかな、できそうですね。したら、ここでロイヤルチャンピオンが、マルチインフェルノを殴ってますけど、殴り終えたところで今度はタウンホールを投げります。ここですぐインビジ使ってください。このインビジ超大事です。でロイヤルチャンピオンでタウンホールを壊します。インビジ少し遅れても問題ないです。ロイちゃんがね、体力が残っているので、この状態でタウンホールが壊しきれたらもうロイちゃんの仕事はおしまいですね。したらここからはもうあとね、もう押し切ります。アーチャークイーンのクロークが残っているので、それを使っていきたいんですけども、こんな感じね。ここに、バルキリーを出していってあげて、で、なんだ、ユニットたちをバルキリーなるべくこう守っていくような形が作るとベストですね。はい、こんな感じ。バルキリーがちょっと壁開けれなかったな。これミスってますけど、でもこれでもね、だからいけるっていうところで、まあ、なんていうの、そこそこ押し切れるのが見えてもらえたかなというふうに思います。はい、こんな感じですね。だいたい1分半ぐらい、まあ、だからミスっ
ったらやり直してもらって、多分これをね10回ぐらいやって手順さえ慣れてくれば、あとは全開いけるかなっていう感じです。あんまり難しさはないんだけども、安定感にはやっぱり欠けるんだよね。まあでもそこはね、他の皆さんがやってくださっている方法もだいぶやっぱりちょっとしたこうね運とかのズレとかで結果変わってきちゃうのでね、まあ致し方ないところなのかなと個人的には甘えてますけども、まあ、失敗パターンもね見てほしいと思うんで、もう一回これ見ていきましょう。はい、でこちらですね、バルキリー2体当てていって、大本営を壊したところらへん、スケルトンを倒したところらへんでこうオーデン、ロイちゃんですね出していきます。クロスのターゲットはロイちゃんが取っていると。でババキン準備して、ロイヤルチャンピオンがクロスターゲットところらへんで、この弊社ですねに出して一気にミッド点出します。わーってきます。ですぐにフィット 1,2,3 ポンって感じですね。はい、こんな感じで、中央部分にトーム状態のユニットが向かっていきますね。で、このトームが切れるタイミング見計らって、ここで、さらに、ヒールを当てていきます。まあ、このヒールなくてもいいっちゃいいんだけどね。まあ、あった方が、まあ、よりいいかなっていう感じですね。で、今これ中央部分ちゃんとね、制圧できているかな、どうかな、微妙ってとこなんですけど、これが制圧できないと終わっちゃうし、ロイヤルチャンピオンがここでね、シールド吐きましたよね。で、吐いて、タウンホールが今起動したんで、すぐここで、ロイヤルチャンピオンに、インビジブルを使います。で、多少遅れてもいいです、こんな感じでね。タウンホールさえロイちゃんが壊してくれれば、まあ、お役は OK なので、まあ、こんな感じでいきましょう。ロイちゃんがタウンホールを壊しますね。壊してくれて、で、はいはい。なんか、いい感じだな、これ、失敗リップって言いながら案外うまくいっちゃったりして。まあいいや、この辺からバルキリー出しておきましょう。もう別にバルキリーの仕事そんなないので、まあ邪魔しないとこから出しておくっていう感じですね。で、アーチャキーのね、クロークだけはなるべく温存しておいてください。これ最後の最後で、このインフェルノタワーゾーンをね、壊すと要になったりしてくれるんで、これはなるべく温存ですね。バルキリーが先頭に走りながらいい感じでなんか行きましたね。これ行けるかな？どうなんだろう。バルキリーさんがこんな感じで行ってくれて、で、ここでクロック使えばいける？そう、これで。あ、取れたな。いけちゃった。2連発でいけましたね。あれ、失敗パターンもう一回いきましょうか。せーの、ほい。はい、では行きましょう。バルキリーを2体ポンポンと出していって、ロイヤルチャンピオンを、ね、これね、スケゾン倒したところら辺で真ん中のボムタワーへ。でね、失敗するパターンは、こう言ってもね、結構このロイちゃんが、ロイヤルゴーストかなにたげられちゃったりするんですよね。で、クロス下げたところで、この、弊社あたりに、こう、ユニットを一気に全部、わーって出します。さっきね、キャンプって言ったけど、弊社の方がいいね。で、こんな感じに出していきます。はい。で、すぐにフィットを使って、1、2、3って感じですね。で、ここで、しっかりと、トーン待っていきます。で、ロイヤルチャンピオンが、ほら、こんな感じね、ロイヤルゴーストにこう、たげられちゃうでしょ。これもうアウトです。困ったらおしまい。最後までやってみるけど、一応。ヒールを当てていって、まあ、ちょっとヒールがね、見てたから遅れちゃいましたけどね、こんな感じで、ロイちゃんが倒されちゃうと、もうどうしようもなんないですね。で、あともう一個、今これヒールが遅れたけど、こんな感じで真ん中部隊がやられちゃう系っていうのもあります。で、ここまでやってみて、どっちかが起こっちゃったらダメです。真ん中部隊がやられちゃうか、ないしはロイヤルチャンピオンがやられちゃうか。で、ロイちゃんがやられなければ、ロイちゃんはこの、このタイミングでいくと、大体このね、マルチ、インフェルノ。これをたげってくれますので、そのまま、中央部隊。ここから出した部隊が周りのこうテトラとかを壊してくれるんですね。壊してくれて、ちゃんとね、タウンが起動してくれるから、まあ、そこでインビジブルをこう、ぴょーんとこう使って、タウンを隠さないようにうまくね、こう、インビジブルを使っていくって感じですね。で、ロイヤルチャンピオンが、タウンを壊してくれさえすれば、あとはもう、まあ、なんとでもなるかなっていう感じです。はい。ちょっともう一回言ってみましょうか。失敗例もいくつか見てもらった方がいいんでね。こういう場合も仕方がない失敗なのか、それとも、回避できる失敗なのか、そこら辺見てもらえたらと思います。もう一回行きましょう。ほい。では行きますね。ロイヤルチャンピオンパート。まずはバルキリーみたいにしていきます。で、ロイヤルチャンピオンを構えておいて、スケルトントラップ倒したところら辺で真ん中のボムタワーへロイヤルチャンピオン。で、次、ババキンを構えておきますね。もうここ見なくていいです、ロイちゃんは。とりあえず、今のところはね。で、見なきゃダメか。で、ロイちゃんがクロスタゲったら、ここからババキン。一気にユニット全出し。ロイちゃんパートはもう頑張ってくれと祈るしかないですね。全部出していって、すぐフィスト。で、1、2、3っていう感じですね。はい、こんな感じでいきます。全部のユニットにちゃんとフィストがかかっていますね。
で、こっちもロイヤルゴーストちゃんと、バルキリーが釣れてますね、いい感じ。で、中央部分、フィットじゃねえわ、フォームが切れそうなタイミングで、こんな風にね、ヒール割っていって、ユニットを延命していきましょう。スーパーボーラーが結構ね、いい仕事してくれるんで、こいつやられないようにするといいですね。で、これはいいパターンかな、もしかすると。ちょっとね、これ、タウンホールの起動が若干早いかもしんない。あ、ロイヤルゴースト食らってる。これは、困ったな。こんな感じいっちゃいましたね。そしたら、この場合には、こんな風にね、あー、ミスったー。これは完全に人為的なミスね。こういうミスは避けたいところなんですけど、ね、こうなっちゃうと、まあ、これも良くないのよね。今のところは、ちゃんと、インビジブルの呪文を使って、なんだ、ロイヤルチャンピオンが、隠れた状態で、タウンに近づいていくことができてたら、これクリアできたと思うんだけど、それがうまくできませんでしたね。まあ、なんで、インビジブルの使いどころがミスちゃったと、ちゃんとここで、使って、なるべくロイヤルチャンピオンが、直線的に、ね、タウンフォールにめがけていけるような形を作るのがベストでした。で、もう一個ね、運要素になっちゃうのは、このね、これ、このタンクね。これ。で、これが残っちゃった場合っていうのは、これ一定だけ僕、バルキリー残してるじゃないですか。こいつをこの辺からピョンって出してください。そうすると、必ずこのタンクは、壊してくれますので、これが壊れていなかった場合には、バルキリーこっちの方からね、この突入口から出していって、ヒーローパートを援護するっていう形でいいんですけども、このタンクが残っちゃった場合には、この、お花畑ゾーンから出していて、タンクを、バルキリーに壊してもらうという形を取ってもらえたらと思います。まあ、大体こんなところかな。このチャレンジの、まあ、ポイントというかはね。で、まあ、さっきも言いましたけども、この方法とっても、大体ですね、10回に6回ないしは7回ぐらいひたすら失敗します。手順がちゃんと合っててもね。なんで、まずは手順を身につけてもらうってことを一つ、目標にしてもらいながら、次は、なんだ、運を天に任せるパートに突入するんですけども、という感じですね。で、やってもらえたらというふうに思います。まあ、何せね、このタウンホール処理のところが、ね、やっぱりね、ちょっと、慣れてない方には難しいかもしれないですね。このインビジブルを使って、ちゃんとタウンホールを隠さずにロイちゃんだけを隠す、こういうね、方法。この辺にこうっていうのが、まあ、慣れてるとこういう風なことができるんだけども、慣れてないとなかなかね、打ちどころが難しいと思うんで、まあ、インビジを打つタイミングっていうのはそんなシビアじゃないけど、もしね、インビジが苦手だよっていう人がいたら、こんな感じで、インビジブルの呪文だけね、練習してみてもいいかもしれない。この辺にこう適当に打ってみて、こんな感じね、タウンホールの付近にある施設がこう隠れて、タウンが隠れないっていう状態、これが作れれば、ロイヤルチャンピオンはちゃんと隠れた状態でタウン殴ってくれるのでね、せっかくいいパターンに入ったのに、タウン壊しきれないっていうことがないように、まあ、軽く練習しておいてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。最後、手順をおさらいします。まずここにね、バルキリー2体放って、大富豪や、壊して、スケルトントラップ倒したところら辺でロイちゃんをこの真ん中のボムダワーへ出していく。で、もうそこから先はね、もう、運を手に任せるゾーンにだんだん入ってきます。クロスボウをロイちゃんがたげったら、もうロイちゃん無視してください。このね、なんだ、弊社と、キャンプの、まあ、間ら辺、この辺の壁に、ここにね、ババリアンキングを打っていく。で、順番は、ババキン、ウォーデン、クイーン、ボーラー、ババ全部です。ダーって出していく。ダーって出したら、もうロイヤルチャンピオンはとりあえず無視しておいていいんで、すぐフィストを使って、1、2、3と3カウント打って、トウモポンと押してください。で、ちゃんとキングとバーバリアンがちゃんとトウモの中に入っていればベストですね。で、その状態で、この中央部分っていうのをガンガン押していく。で、まだね、ロイちゃん見なくてもいいです。で、トームが切れる頃合い見計らって、ヒールを打つ。で、打ち終えたらロイちゃん見てください。で、ロイちゃんがこのマルチインフェルノのところら辺に来てると思うので、そこに今度は、インビジブルの呪文を打っていくっていう感じですね。ポンポンと打っていく。で、まあ、ロイちゃんがね、ここにもうマルチに到達しているにもかかわらず、タウンが起動しないっていう場合もあるんですけども、まあ、そうなってしまったら、これもう失敗パターンに入っちゃったなということで諦めてもらっていいかもしれないですね。やり直してもらった方がいいかも。まあ、その辺もね、結構ね、まあ、運が絡んでくるんで難しいんですけども。まあ、
もっと確率の高い、正しく実行できれば確率高い方法っていうのはね、たくさん皆さんも出してると思うんですが、まあまあ、楽な方法っていう意味では多分これが一番楽だと思うので、低確率かもしれないけども、なかなかね、手順がいっぱいあって難しくてできませんよっていう方 にとっては、お助けになる方法ではないかなというところでご参考になれば幸いです。頑張ってクリアしてみてください。はい、というところでですね、本日はこちらの、なんだっけ、ハロウィンの墓地だっけ、ちょっと待って、名前が分からなかった。もう一度プレイしますね。終了。これね、かぼちゃの墓地チャレンジのクリア方法をやっていきました。最後、歌ってすいません。ですね、こちら、すごく難しいので、なかなかクリア大変だと思いますけどもね、いろんな、その動画だったり、この動画が参考になって、皆さんがクリアできることを願っております。頑張ってください。というところで本日の動画は終わりにしたいというふうに思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。